エリザベス州はアメリカ合衆国の女優、デラウェア州ウィルミントン出身、ウェルズリー大学とハーバード大学で学び、在学中に女優を志して勉学を中断。後にハーバードに戻り、15年後の2000年に学位を取得した。ベストキットで主人公のガールフレンド役に抜擢されたことから注目され、ベビーシッターアドベンチャーでは主役を獲得するものの、 カクテルでは、トム・クルーズ・フンする、主人公の、バック・トゥ・ザ・フューチャー・パート2からクローディア・ウェルズの代理として、マーティのガールフレンドと、ガールフレンド役や観客が、感情移入しやすい、隣に住んでいそうな親しみやすい女の子のような役が、続いたが、1995年に出演した、リービング・ラス・ベガスでは、勝負を演じ、アカデミー主演女優賞に、ノミネートされるなど高い評価を得る。 2012年よりテレビシリーズ CSI 科学捜査班のレギュラーに抜擢された。弟は俳優のアンドリュー・シュー。映画監督である夫のデイビス・グッケンハイムとの間に子供が3人いる。ありがとうございます。